ミスター三冠王と言われる天才バッター落合博満さんと、通算3021試合出場の日本プロ野球記録を持つ絶対的な扇の要谷繁元信さん、かつて監督と選手として強い絆で結ばれていた2人は、中日ドラゴンズの黄金期を築き上げた象徴ともいえる存在です。しかしあることをきっかけに落合さんと谷繁さんの関係は急激に悪化していきます。2人の間に一体何があったのでしょうか。そして2人はドラゴンズを去ることになりましたが、実はこれにはある黒幕の存在が。それは一体誰なのでしょうか。今回はその真相に迫ります。落合と谷繁の師弟の歩み。落合さんといえば知らない人はいないというほどの存在で、現役時代は1979年から1998年にかけてロッテ、中日、巨人、日本ハムの4球団を渡り歩き、それぞれの球団で中心選手として活躍した選手でした。卓越したバットコントロールで首位打者、ホームラン王、打点王をそれぞれ5回獲得しています。日本プロ野球で三冠王に3度輝いているのは唯一落合さんだけで、史上最高のバッターとして知られています。引退後は2004年から2011年まで中日ドラゴンズの監督を務め、リーグ優勝4回、日本一1回、さらに監督を務めた全ての年で A クラス入りという結果を残しました。その采配は俺流落合マジックと称され、ドラゴンズの黄金時代を築いた名将と言われています。一方谷繁さんは1988年のドラフトで横浜ベイスターズの前身球団である太陽ホエールズから1位指名を受けてプロ入りしました。打っては当時打撃の強い横浜でマシンガン打線と呼ばれていた打線の一角を担い、守ってはピッチャー陣を巧みにリードしました。1998年、ベイスターズのリーグ優勝、日本一に大きく貢献した選手の一人です。打てるキャッチャーに成長した谷繁さんは、大魔神佐々木一博さんからの勧めもあり、メジャーリーグへの移籍を目指して2001年のシーズン後に FA 宣言をします。アリゾナまで入団テストを受けに行き、最終的にパドレスからのオファーがあったものの、条件が折り合わずに断念します。そのままベイスターズに残留かと思われましたが、谷繁さんはドラゴンズへ移籍することになりました。その原因は当時のベイスターズ森正明監督と反りが合わなかったことや、他球団と交渉した選手の残留にベイスターズが消極的だったことなどが挙げられています。活躍の場を名古屋に移した谷繁さんは、ドラゴンズでも正捕手として存在感を見せていました。そして移籍3年目、落合さんがドラゴンズの監督に就任します。谷繁さんは当時怪我の影響でチームのリハビリ施設にいました。新聞紙面を通して落合監督が谷繁さんに対し、のんびりあぐらをかいてる場合じゃないだろとコメントしたのを知り、先制攻撃来たなと思ったそうです。さらに落合監督は当時7だった谷繁さんの背番号を変更させます。落合さんは背番号に対して強いこだわりがあり、背番号7はキャッチャーの番号らしくないという理由で、伊藤勤さんや古田敦也さんなど歴代の名捕手がつけていた27に変えさせたのです。この背番号変更の経緯について谷繁さんはこう語っています。落合さんの中でキャッチャーのエース番号が22か27だった。それでどっちつけると言われて、22は頑張れ田淵くんのイメージで、僕のキャッチャー像はそれじゃなかった。22をつけてあのイメージになるのが嫌だった。頑張れ田淵くんとは、阪神タイガース、西武ライオンズで活躍したキャッチャー田淵光一さんをモデルにした田淵くんが主人公のギャグ漫画です。田淵くんは肥満体で巨漢なので、確かに谷繁さんとはタイプが違いますね。いずれにしてもリハビリ中に先制パンチを食らわせたり、背番号をキャッチャーのエース番号に変えさせたりしたことから、落合監督は谷繁さんに大きな期待を寄せていたことがうかがえます。2005年2006年にドラゴンズのコーチを務めた畑真嗣さんによると、落合監督は谷繁さんの性格を次のように評価していたそうです。
よく言えばリーダーシップがあり、悪く言えば強引、口調がきつく、指示通りに投げられないピッチャーに切れることもあったという谷繁さん。畑コーチが、気持ちが強いやつなら強く言ってもいいけど、気の弱いやつはシュンとしてしまうぞ、言い方も伝え方ももっと考えた方がいいと諭すと、谷繁さんは、そんなやつはプロじゃないですよと一刀両断。しかし落合監督は、今のチームにはそういうところが必要だと言って、その気の強い性格を頼りにしていたそうです。一方谷繁さんは落合監督に対して、初期の頃の微妙な印象を次のように語っていました。落合監督がキャンプイン直後の2月頃にいきなり紅白戦を行ったことがあり、その時に、この監督何考えてるんですかねと言っています。しかしシーズンが終わった頃には、1年間乗り切るのがすごく楽だったと落合監督のやり方に肯定的なコメントをしています。落合監督の就任1年目、ドラゴンズは日本一を逃したものの5年ぶりのリーグ優勝を果たしました。結果を出した落合監督の俺流采配に谷繁さんも手応えを感じていたのでしょう。怪我などで思うような成績が出せない時期はあったものの、谷繁さんはドラゴンズの不動のエースキャッチャーとして落合監督の期待通りの働きを見せます。落合さんがすごいと思ったのは、1年間の戦略がぶれなかった、現状の戦力でどう戦えば一番勝つ確率が高くなるかという信念が常にありました。後に谷繁さんはこのように語り、監督としての落合さんの手腕を高く評価しました。ドラゴンズが黄金時代を迎えることができたのは、落合監督と谷繁さんの信頼関係があったからと言えるでしょう。隙間風が吹き始めた2人の関係、そんな2人の関係に変化が現れたのは、落合さんが GM としてドラゴンズに復帰した頃です。落合監督退任から2年後の2013年10月、 GM として落合さんがドラゴンズに復帰することが発表されました。しかしこれがドラゴンズ暗黒時代への入り口だったとも言われています。当時ドラゴンズにはある年俸問題が続いていて、これを解決するために落合さんが GM に就任したとも言われています。ドラゴンズの白井オーナーは、毎年契約更改時、球団フロントに予算内での年俸抑制を求めていました。しかし球団側が提示した額に実績のあるベテランなどが不満を持つと、何かしらの色をつける、いわゆるごね毒がまかり通っていたのです。その結果、契約更改が終わるといつの間にか予算をオーバーしていたということが繰り返されてきた経緯があります。そんな状況に落合さんは、自分が編成の責任者になって全てを任せてくれたら年俸の削減もできる、それには GM がいいと言い、白井オーナーは監督時代の落合さんの統率力を評価していたので、この言葉で GM への抜擢を決断しました。そしてここから落合 GM の俺流契約更改が始まったのです。 GM 就任直後の2013年オフから、これまでチームの顔であった主力選手に対しても容赦のない査定で年俸の大幅ダウンを求めます。その最たる例が井端弘和さんです。井端さんは2013年打率2割3分6厘と不本意な成績に終わったものの、これまで攻守ともにドラゴンズを支えてきた落合チルドレンの一人です。その井端さんに対し落合 GM は、年俸1億9000万円から野球協約の減額制限を超える1億6000万円ダウンの3000万円という提示をしたのです。事実上の戦力外通告ともいえる処遇でした。これを受けて井端さんはドラゴンズを退団し、ジャイアンツへ移籍してしまいます。その後も有無を言わさぬ俺流査定を貫き、落合 GM は総額8億円ともいわれる年俸削減を断行しました。球団の経営面では成果を出したものの、この減俸の嵐は賛否を呼び、選手の士気を下げる結果となりました。さらに落合 GM の俺流は契約更改にとどまらず、コーチ人事やチーム編成にも及びます。落合 GM の推薦により2014年シーズンから選手兼任監督となった谷繁さんは、コーチ人事やチーム編成に一切口出しできず蚊帳の外でした。希望したコーチ人事を断られ、ドラフトでの指名選手は直前まで知らされず、
FA や助っ人外国人の交渉にもほとんどタッチさせてもらえませんでした。このようなことが続き、谷繁さんは徐々に落合 GM に対して不信感を募らせていきました。チームがそのような状態で結果が出るはずもなく、2014年の最終順位は4位、1986年以来28年ぶりの2年連続 B クラスに終わります。翌2015年、谷繁さんは選手兼任監督から監督兼選手という肩書きに変わりました。つまり選手としての出場機会を減らし、監督業に重きを置くことになったのです。しかし当時のドラゴンズは谷繁さん以外のキャッチャーが育っていないこともあり、この年もチームは浮上できず、3年連続 B クラスの5位に終わりました。落合 GM はドラフトの方針として、育てるのに時間がかかる高校生よりも即戦力になる大学社会人の選手の獲得を重視していました。しかし実際に即戦力として活躍できた選手はほとんどおらず、このこともドラゴンズの低迷に拍車をかけることになったのです。自分の意向を聞き入れてもらえない中、限られた戦力で采配を振るわなければならない谷繁さんは、徐々にフラストレーションが溜まっていきます。谷繁監督解任の理由。そんな時、谷繁さんの落合不振の決定打となる事件が起こります。それが2015年の焼肉事件です。事件が起きたのは9月11日夜のこと。カープとの3連戦を終えて名古屋に戻っていた谷繁さんは、馴染みの焼肉屋で食事をしていました。そこにたまたま谷繁さんと同じ店で食事をしていたドラゴンズのある選手がやってきて、今までお世話になりました、ありがとうございましたと谷繁さんに挨拶しました。実はこの選手、数日前に戦力外通告を受けていたのです。しかし谷繁さんはこの選手が戦力外になったことを監督であるにもかかわらず知らされていませんでした。当然谷繁さんは、一体どういうことだと激怒します。監督を通さず、落合 GM が勝手に戦力外などを決めていて、自分に報告もなく選手本人に告げている、この事実に谷繁さんは憤慨したのです。焼肉事件について球団関係者はこう証言しています。選手から事情を聞いた谷繁監督は、その場ですぐさま森ヘッドコーチに電話して、どういうことですかと抗議したそうです。ただその反応は、そういうことだという素っ気ないものだったようです。当時のヘッドコーチ森重和さんは落合 GM の腹心ともいえる人物です。ヘッドコーチには話が伝わっていて、監督である自分には伝わっていないということも谷繁さんの不信感が増した原因なのかもしれません。谷繁さんは当時のことについて、そこは僕がやるべきところじゃないんですかっていうところができなくなっていくことが多かったと語っています。監督に就任する際、落合 GM から言われた、3年目からは好きにさせてやるからという約束は果たされることがなかったのです。そして監督就任3年目の2016年、好きにさせてもらえるどころか、谷繁さんは球団から休養を言い渡されます。成績不振による事実上の解任でした。落合さんが GM に就任して、現場の指揮官である谷繁監督を通さずに様々な決定を下していったことから、ドラゴンズは落合派と谷繁派に分かれ、内部崩壊していたといいます。その後チームは2019年まで7年連続 B クラスと低迷し、強いドラゴンズは見る影もなくなってしまったのでした。谷繁さんは昨年デーブ大久保さんの YouTube チャンネルに出演し、落合さんとの関係を尋ねられると次のように話しました。なんでもうちょっとみんなコミュニケーション取って、お互いが良いようにやっていかなかったのかなって常に思います。話すれば済むことじゃない。当時の中日は十分なコミュニケーションが取れる状況になかったということを示唆しました。フロントと現場の風通しが悪く、責任者同士で直接意見交換ができないとチーム状態が悪化する、そのことがよくわかる例だと言えます。どちらかが一方的に悪いのではなく、お互いの歩み寄りが必要だったのかもしれません。谷繁監督解任後は落合 GM 卸しに動いたドラゴンズ。谷繁監督解任後のドラゴンズは、後任として落合 GM の腹心ともいえる森ヘッドコーチが監督に選ばれました。数年先には森監督から、やはり GM 派の小笠原道博2軍監督へバトンタッチという構想通りに進み、
落合体制は盤石と見られていました。ところがそのシーズンを前にした大事な時期に落合 GM が退団することになったのです。最初から落合 GM を切る予定であったならば、なぜ落合 GM の腹心とも言われる森さんを監督にしたのでしょうか。実は本社上層部の間では数年前からずっと続けられていた落合卸の動きがあり、これでようやく成就したようです。本社上層部は2013年オフに、落合の野球は面白くないというドラゴンズのファン離れが激しくなっていることから落合監督をクビにしました。その後白井オーナーは落合さんを GM にしますが、その時も本社上層部は、その彼が GM になっても球団再建ができるわけがないと大反対の声を上げていました。落合さんが GM についている間も上層部はずっと説得を続けてきたといいます。落合 GM 排除の理由として、2014年が4位、2015年が5位、そして2016年は19年ぶりの最下位となった成績不振が挙げられています。成績不振はドラゴンズファンだけでなく、中部電力やトヨタ自動車、東邦ガスなど地元企業の落胆と大きな反発を招きました。球団内部でも不満が充満していて、新外国人選手の招聘も全て森ヘッドコーチに任せきりにし、本来 GM の仕事であるにもかかわらず一度も海外へ視察に行かなかったことも要因にあるようです。確執があったとはいえ、谷繁監督へのバックアップも不十分で、谷繁監督派のコーチは佐伯守備コーチただ一人でした。佐伯コーチは谷繁監督と共に解任されています。森ヘッドコーチをはじめ、加藤一軍チーフ打撃兼野手総合コーチら、そのほとんどを GM の息のかかったコーチで固めていました。そしてドラフトではスカウトたちの意向を無視して選手を指名するなど、編成部からの反発も年々大きくなっていました。ドラフトに関しては監督時代から会議当日にスカウトたちの推薦する選手ではなく、自分の気に入った選手を指名させたこともありました。その時には決まっていいから取れと言い、 GM になってもその癖は変わらなかったといいます。そうした下から湧き上がる不満を一身に受け止め、落合さんを擁護してきた白井オーナーもこれ以上はかばいきれなくなったのでしょう。谷繁監督に続き落合 GM をドラゴンズから追い出した黒幕は、谷繁監督解任後に落合 GM までドラゴンズから出ていくことになりましたが、落合 GM の腹心であると同時にヘッドコーチを務め、現場ではナンバー2として2人のことをよく知る森ヘッドコーチだけはドラゴンズの今後の動きを知っていたのかもしれません。森ヘッドコーチは谷繁監督が解任される前にインタビューでこんなことを語っています。落合 GM と谷繁監督の2人が意思疎通が取れておらず、口も全く聞かないほど不仲と周囲では言われていることについて、落合 GM は現場に任せているから現場に来ていないだけ、 GM に現場のことは関係ないだろう、それに俺はちゃんと GM とは話はしているからと、森ヘッドコーチ自身は落合 GM とよく連携していた発言をしています。また成績不振について谷繁監督の責任を問われると、4年契約であと2年も残っているんだから監督の責任にしてどうするんだと語っています。落合 GM と連携が取れていること、谷繁監督の責任にしないような発言をしている一方で、今後のドラゴンズのストーブリーグはどうなっていくのかと問われると、これから一番すごいことが起きるよ、これからだよ、楽しいことが起きるのはと語っているのです。もしかしたら谷繁監督解任以前から森ヘッドコーチは裏で球団の動きをすべて把握して、この時のために動いていたのかもしれませんね。二人のことを一番よく知っている森さんが、自分が監督になるために仕組んだ策略で、実は裏で主導権を握っていたのは森さんだったのかもしれませんね。谷繁さんと落合さんの不仲説は単純に二人の関係だけではないようです。谷繁さんは監督時代にとても苦労されていたのですね。谷繁さんの監督としての本当の評価はドラゴンズ時代のものではできないのかもしれません。野球ファンは谷繁さんが監督業に専念した姿を見たいはずです。今後谷繁さんがどこかの球団で指揮を執ることがあれば、この時の経験を生かしてきっと強い集団を作り上げてくれることでしょう。本日は最後までご視聴いただきありがとうございました。
このチャンネルでは野球に関するテーマをコツコツ投稿していきますので、よろしければ高評価やチャンネル登録をいただけると大変嬉しいです。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。